悲伤，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 悲伤。どうもギョベスです。はい、どう。はい、ということで、今回なんですけども、なんか僕ちょっとね、練習でカットサーブを打ってたら。コツをね、見つけまして、ちょっと皆さんにね、もしよろしければなんですけど、まあ、参考にしていただければなっていうので、まあ、ちょっととりあえずね、僕のカットサーブがどんなもんなのかっていうのをちょっと皆さんに見てもらいたいと思います。それでは、レッツバモス。はい、それではですね、ちょっとカットサーブ打っていきたいと思います。ほら、すごい。僕が、打つコツとしてはまずイースタングリップにちょっと短く持ちます。でそこからイメージ的にはこうすくってあげる、ボールをすくってあげる感覚で打つと入ります。おお、まあそのすごい人に比べたら跳ねますけど、僕なりに全然跳ねてないんじゃないかな。すごい。どうですか、結構、まあ、跳ねてるのかな。はい、ということでただいまカットサーブ打ちましたけど、まあ、僕でもね、こんな感じで、まあ、多少は跳ねないような、ね、カットサーブ打てるんで、皆さんもね、ぜひね、ちょっと試してほしいんですけど、まあ、打ち方のコツをちょっとおさらいしますと、まず腰は体勢を低くで、ラケットの持ち方はイースタングリップで、ちょっと短めに、まあ、大体このグリップバンドをこう目安に持ってみるといいです。で、こうかけてあげる。でも本当にボールの表面を擦る感じで、まあ、これ多分結構みんな言ってるかもわかんないですけど、擦る感じでシャッて打ってあげる。スッとネットの白帯を狙ってあげるとうまく入りますので、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。参考にする人は参考にしてみてください。はい、ということでこの動画が良かったらぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは以上です。あ、どうした。